Java ビジネスインテグレーションとは、エンタープライズサービスバスを Java で実装する方法を示したフレームワークである。Javi 1.0では、ESB のバスにあたるノーマライズメッセージルータや、バスにつながるコンポーネントのうち、メッセージ変換や、メッセージルーティングのように、ESB 内部に作用するコンポーネントを、サービスエンジン、ソープや JMS のような通信プロトコルを用いて、 ESB の外部との接続の窓口となるコンポーネントをバインディングコンポーネントと定義している。これらの2種類のコンポーネントは Javi 仕様の中でインターフェースが決められており、その実装クラスとコンポーネント名などを記述した JaviXML という配備記述紙を封入した Java ファイルであり、誰でも作ることができるので独自の通信プロトコルや機能を実装できる。しかし、 一般ユーザーが実装するには難しく、現実にはベンダー製のもの、あるいはオープンソースで実装されるのを待たなければならないのもまた事実である。Javi ではコンポーネントにエンドポイント名、サービス名、インターフェース名、オペレーション名、その他コンポーネント独自の設定を与えて、コンポーネントを活性化させ、インスタンスを起動させるものをサービスアセンブリと定義している。 サービスアセンブリは前述した設定事項を WSDL1.1、2.0やコンポーネントが独自に読み込む設定ファイルに書き込み、規定の形で ZIP ファイルに封入し、j a v b コンテナに配備するという方法で運用する。このように理論的には実装クラスとサービスを独立なライフサイクルで扱えるのが j a v b の利点と言える。 ノーマライズメッセージルータを流れるメッセージはメッセージエクスチェンジと呼ばれるものであり、内容は Java のプロパティの塊そのものであり、その中に Web サービスでは馴染み深いエンドポイント名、サービス名、インターフェース名、オペレーション名、ノーマライズメッセージ、その他のプロパティを書き込み、これをメッセージルータにセンドすることで指定したエンドポイントに運ばれる。なお、 ノーマライズメッセージは、と定義された、コンテント、と定義された添付ファイル、その他のプロパティで構成され、おおよそ、ソープメッセージの形式を継承したような設計になっている。コンテントは XML が入るが、ソースになっていることにより、DOM、SAX、STAX などの、あらゆる API での処理が可能になっている。しかし、経由するコンポーネントでの XML 処理方法を、 統一していなければ、ド m サックス、ストリームのどの形式のインスタンスでメッセージが来ても処理できるようにしておく必要がある。現在、Javi に対応した実装を行っているものとしては、Open ESB、NEC の Webatch Enterprise Service Bus などがある。多くのベンダーが ESB 製品をリリースしているが、Javi 対応を掲げているところは少ない。その理由は、 使用策定段階で IBM BEA Systems が強烈な反対票を入れていることによるものと考えられ、その状況は最新の j a v b 2.0使用の投票においても変わっていない。ありがとうございます。